テレビ見よう。ポチ。本日の天気はあいにくの雨です。数日間雨が続きますね。こちらの停滞気圧、停滞気圧でこちら雨降ります。洗濯物は室内に干してください。数日間雨が続きますのでお足元ご注意ください。ありがとうございます。あいにくの雨です。うわー、あいにくの雨か。今日出かけんのにな。今日雨だってさ。ねえ、ちょっと待ってよ。え、なんであいにくの雨なの？なに誰があいにくの雨と決めたの？私たち植物にとっては全然あいにくの雨じゃない。ずんちずん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 ちずん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 ちずん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 ちずんずん、私たちは雨がないと枯れてしまうは、雨があるから私たち植物が育つの。そう、あなたたちが食べてる野菜、フルーツ、それも雨のおかげ。そうよ、人間はそのことをフォルゲット忘れてる。ズンズンズッチャ、ズンズンズッチャ、ズハ、ズンズンズッチャ、ズンズンズッチャ、ズハ。寝るときは雨の音が聞こえるときはよく寝れる。そういうときだけ雨を使う人間たちを許せねえ。雨はそう、私たちの川を作り、海を作り、そして野菜を作るの。雨、最高の雨、そう、全人類にとっても雨、それは最高の雨、みんなひれ伏せ。今日は最高の雨、雨よ。え？人間があいにくの雨と言って、そのイメージを人間同士で伝染させてるのわかる？こうしたらいいんじゃないのって私思ったの。テレビ見よう。本日の天気です。本日は素晴らしい雨の日です。この数日間、この低気圧によって数日間雨祭りでございます。植物たちがとっても喜びます。洗濯物は中に干して、室内に干してください。太陽が顔を出した時に干せばいいだけのことです。本日から雨、皆さん楽しんでくださいね。本日お伝えいたしましたのは雨、雨とでございました。ありがとうございました。わー、今日は素晴らしい雨の日か。植物たちが喜ぶんだね。いい日だ。今日から雨祭りだってさ。最高の雨だ、今日から。よっしゃー、雨ありがとう。チャンネル登録よ。登録。おいやいやいや、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。